あの銀座パレードってあるじゃん、はい、あれ俺らやりたかったのよ、うん、でももうやることがなかったから、うん、もう相当なあの知名度と相当なやっぱりこう貢献度とか見ると、うん、嵐はなんかふさわしいんじゃないかなと思って、でもそれができるかできないか分かんないんだけど、はい、やってみるのはどうって言おうと思ったんだけど、言おうと思ったんだけど、もう飲み込んだの覚えてるね、うん、あこれ嵐にやられたら逆に俺悔しいなと思って、うん、なんか俺溜めちゃったんだよね